東京ドームです。読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズ22回戦の模様をお送りしてまいります。ジャイアンツの先発は勝利を呼ぶ投球菅野、対するスワローズの先発はベテラン石川、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。マウンド上ピッチャーは勝利を呼ぶ投球菅野、これが23試合目の登板、通算100勝まであと5勝としています。まずは1回の表、先頭バッターは神谷。第1球投げました、ボール。さあ次の投球投げました、アウトコース高め、スライダーは外れてボール。第3球を投げた、見送ってストライク。次は4球目投げた、低めのボール引っ掛けた、フラフラっと上がった打球は掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番山田。第1球初球を打ちました、ライト前に出る、ヒット、山田ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました、決まってストライク、いきなり152キロ。初球空振りからストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。一塁へ一つ牽制球を送りました。もう一回一塁へ牽制球、第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げた、打った、肩越しにランナー見た、投げた、ボール、外角低め。さあ6球目投げました、152キロ直球、空振り三振。右バッターボックスには猿野、投げました、ボール。第2球ランナースタート、二塁送球はどうだ、盗塁を許します。山田今シーズン25個目の盗塁を決めています。第3球を投げました、アウトロー空振り、追い込んで第4球を打ちました、取ってこれで3アウトチェンジ。菅野2アウト2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。ジャイアンツまずはゼロに抑えました。ベテラン石川マウンドに上がりました。期待しましょう、注目の投球です。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターはトマエ、初球スローカーブ空振り、タイミング合いません。第2球投げました、スローカーブ見送ってストライク。投球は3球目投げました、打ちました、1・2塁間のゴロ、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター守備の名手坂本。第1球投げた、初球空振り、少し迷ったか。第2球これは引っ掛けた、フラフラっと上がった打球はピッチャーフライ、マウンド前方掴みました。これで2アウト、ランナーありません。投げた、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。第2球投げた、低め際どいボール。投球はこれから3球目、危ない球。第4球を投げた、打ったいい当たりだ、レフト前ヒット、あっと弾いた、取れない、打球が転がっている、勇気、いいバッティングを見せました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第1球ボール、第2球危ない球、第3球を投げた、見送ってストライク。次が4球目、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第5球投げました、打った、痛烈な当たり、ヒット、ボールが転がる、レフトからセカンドへ、岡本ナイスバッティングです。ジャイアンツ先制のチャンスを迎えます。背番号39、第1球打った、ファール。第2球ボール、
第3球。3球目ストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目。ボール。第5球投げました。打ちました。いい当たり。打球は右中間に上がっている。取りました。これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ジャイアンツ三塁にランナーを置きましたが先制点には至りません。1回が終了しまして0対0です。2回の表これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは青木。第1球初球に送ってストライク。第2球投げました。ボール。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました。危ない球。次は4球目投げました。打ちました。ファールボール。ジャイアンツここは引っ張りに警戒します。投げた。フォークボール。見逃し三振。ギリギリのところに決まった。バッターはツバメのスイッチヒッターキネ。投げた。ボール。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。見送ってボール。第4球を投げた。見送ってストライク。第5球投げました。直球見送ってストライク。投球はこれから6球目。打った。破ってった。記念。いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第9球ボール。まずアウトコース低め。第2球インサイド空振り。変化球にキレがあります。第3球を記念。走った。これはストライク。キャッチャー2塁タッチはアウト。盗塁を阻止しました。リプレイをご覧ください。追い込んでから第4球を投げました。打ちました。ファール。投げました。ボール。さあ6球目投げました。打った。流し打ち。ファールボール。投げました。ボール。低め。第8球を投げた。打った。低めのボールに手を出しました。投球これから9球目。150キロ直球。空振り三振。2回の表が終わってスワローズ無得点で終了です。2回の裏これからジャイアンツの攻撃に入ります。インハイ見送ってストライク。まずは見送りました。第2球アウトコース高めいっぱいストライク。投球はこれから3球目。低め。ボール。第4球を投げた。アウトコース。ボール。次は5球目投げた。打った。これはいい当たりだ。入れば先制だ。さらにレフトを見送った。ホームラン。第24号先制ホームラン。レフトスタンドに叩き込んだ。素晴らしい一発をベンチも祝福。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは平際の魔術師丸。通算200号本塁打まであと8本としています。第9球打った。強い当たり。打球はそのまま伸びていく。センター見上げた。ホームラン。第19号ソロホームラン。2者連続ホームラン。初球から思い切っていきました。
さあチームメイトからも祝福を受けます。先ほどのプレーです。バッターは8番吉川。吉川二塁も狙う。吉川いいバッティングを見せました。バッターはピッチャー菅野。第1球投げた。スライダーボール。第2球バントしました。取った。一塁送球山田取ってアウト。ランナー三塁に進みました。ジャイアンツなおもチャンスが続きます。第2球投げた。インコース引っ張った。スタンドに入りました。ファール。投球は3球目外角外れてボール。第4球は流し打ち。どうだ。サードライナー。これで2アウト。ランナーは3塁変わりません。投げました。ストライク。第2球投げました。ボール。投げました。3球目空振り。タイミング合いません。第4球を投げました。インコース空振り三振。2回が終了しまして2対0、ジャイアンツまずは先制しています。3回の表2点を追いかけますスワローズの攻撃。この回のトップバッターは柴。投げました。アウトコース低めいっぱい。ストライク。初球ストライクから。第2球投げた。フォークボール見送ってストライク。これで追い込みました。追い込んで第3球を投げた。一つ外した。ボール。第4球を投げた。アウトコース低め外れてボール。さあ5球目打ちました。ファール。第6球を投げた。インローへ変化球外れてボール。第7球を投げた。見逃し三振。バッターはピッチャー石川。石川背番号19。第1球ストライク。胸元厳しいところでした。第2球投げました。外角高めボール。第3球を投げました。3球目空振り。キレのある変化球。第4球を投げました。ボール。さあ5球目初球見逃し三振。さあリプレイです。打順は1番に帰って神谷。第1打席はキャッチャーフライに倒れています。投げました。初球を打った。入るか入るか。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。菅野この回ピシャッと3人で抑えています。3回の表が終わって2対0です。ジャイアンツこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは結城。第2球投げました。インコース引っ張った。ヒットになります。レフトからセカンドへ。ユキツーベース。今日は安打を放っていますバッターの岡本。第1球投げた。アウトコースをつけた。ライトへ上がった。取りました。三塁は。これでワンアウト。ランナーは二塁変わりません。第1球投げた。打ちました。アルモール。セカンド牽制。二塁タッチセーフ。投げた。危ない球。第3球を投げた。インロー際どい球ボール。さあ4球目打った。これはショート真正面。一塁へ送る。
アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9球投げた、外、外れてボール。投げました、空振り、少し迷ったか。第3球はシュートはストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、危ない球。2塁へ牽制を送ります、タッチはセーフ、2塁はセーフ。アウトコース、スクリュー外れてボール。第6球を投げました、打ちました、スタンドに入りました、ファール。投げました、インコース引っ張った。ピッチャーに多く球数を投げさせています。投げました、打ちました、当たり損ない。芝、ボールを取る、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。二塁ランナー結城、残塁に終わりました。3回まで終了しまして2対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターは山田。第9球、初球から打ってった、ヒット。山田ナイスバッティングです。バッターは3番三幸、今日の第1打席はスイングアウト、一塁タッチセーフ。第9球、もう第2球、ストレートはボール。投げた、決まってストライク。一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ。投げた、打ちました、バックネットの前でボールをつかみました。第9、一塁ランナー出た、ボールを二塁へ送った、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。投げた、直球ストライク。第3球を投げた、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、152キロ直球、空振り三振、バットが空を切りました。4回の表が終わって2対0、ジャイアンツ2点リードは変わりません。4回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッター平際の魔術師丸。第9球投げた、初球スクリューは空振り、1球目空振りから。第2球打った、レフト方向へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番吉川。第9球投げました、外角高めいっぱい、ストライク。第2球投げました、膝元ボール。第3球、3球目空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げました、外へ逃げるスライダー、空振り三振、低めの変化球にやられました。打ちました、ファール。第2球投げました、低めギリギリいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げた、外角低め、外れてボール。第5球投げた、ライトスライダー、見逃し三振。ジャイアンツ最後の打者は見逃し三振に倒れました。4回までが終了しまして2対0です。5回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは青木、初球空振り。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。初球空振りから。第2球投げた、アウトロー、フォークは外れてボール。投球はこれから3球目、直球空振り、追い込んでいます。第4球はフォーク、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターはツバメのスイッチヒッター木根。投げた、初球はストライク、1球目ストライクから。第2球投げた、打った、ファールボール。追い込んでから第3球を投げました、1つ外してボール。
投球これから4球目。ボール。投球これから5球目。打ちました。三遊間のゴロ。坂本掴んだ。ショートから一塁送球。アウト。これでツーアウト。ランナーありません。バッターは7番村上。第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました。ボール。第2球投げました。スライダー。ボール。第3球を投げました。3球目ストライク。第4球を投げました。打ちました。レフトフライ。飛距離は出ていません。掴んでこれで3アウトになります。菅野この回きっちりと3人で抑えています。5回の表が終わって2対0です。ジャイアンツこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターはトマル。今日はセカンドゴロとサードライナー。スローカーブはストライク。第2球見送ってストライク。第3球を投げた。打ちました。千葉ボールを掴んだ。一塁送球。記録はヒットになりました。初安打。第1球外れた。ボール。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。危ない球。第4球を投げた。決まった。ストライク。ここは1球見ました。投げた。5球目ストライク。一塁へ牽制球を送ります。次がラストボール。外側いっぱい。見逃し三振。まずは一塁牽制。タッチセーフ。投げました。見送ってボール。第2球投げました。スクリューはストライク。タイミング合いません。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。ストレートはボール。一塁牽制。一塁タッチセーフ。第5球投げました。アウトコース高めいっぱい。ストライク。第6球を投げた。打ったに当たりだ。ライト前クリーンヒット。勇気いいバッティングを見せました。勇気これで今シーズン19度目の猛打賞となります。さあ追加点のチャンスにバッター岡本。第1球投げた。高速シュート。ボール。振り返って二塁牽制球。第2球投げた。ストライク。タイミング合いません。第3球を投げた。ボール。投球これから4球目。あっと引っ掛けた。あっとインフィールドフライになりました。これで2アウト。ランナーは1塁2塁変わりません。第1球初球決まってストライク。投球これから2球目。打った。ファール。第3球を投げた。ボール。次が4球目。投げました。インコース高めいっぱい。見逃し三振。内角高めいっぱいに決まった。前半が終わりまして2対0。ジャイアンツこの回0点に終わっています。試合は後半6回に入ります。トップバッターは柴田。初球空振り。第2球投げました。打ちました。サード右への打球。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターはピッチャー原樹里。原樹里背番号16。第1球見送ってストライク。第2球投げました。ボール。第3球を
投げました。ストライク、アウトコース厳しいところ、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投球これから4球目。スローカーブ、ボール、アウトローへ。第5球投げました。打ちました。これは内野へのフライだ。取りました。これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って、神谷、今日はキャッチャーフライとライトフライ。ボール。第2球投げた。空振り、少し迷ったか。投球はこれから3球目。低めいっぱい、ストライク、追い込んでいます。次が4球目。投げた。外へ逃げるスライダー、空振り三振。最後はキレのある変化球、菅野、最後は空振り三振で仕留めました。6回の表が終わって2対0です。6回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。投げた、打ちました。初球打ち、レフトへの打球、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは平際の魔術師丸、通算200号本塁打まであと7本としています。第9、初球見送ってストライク、まずは見送りました。初球ストライクから投げた。2球目空振り。第3球を投げた。空振り三振、丸、三球三振。バッターは8番吉川。第9、初球はストライク。1球目ストライクから投げました。スライダー、ボール。投球はこれから3球目。ボール。第4球を投げました。流し打ち、スタンドに入りました。ファール。次は5球目。打ちました。芝、取った。一塁へ送る、アウト。スリーアウト、チェンジ。ジャイアンツ、結局この回3人で攻撃が終わっています。6回の裏が終わりまして2対0です。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは山田。第9、投げました。初球決まってストライク、まずは決めてきました。さあ次の投球、投げました。ストライク。投球はこれから3球目。インコースいっぱい、見逃し三振。菅野、見事なピッチングです。初球を打ちました。ライトへの打球、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番猿野、今日はファンフライト、三振。投げました。ストレートはボール。投げた、ストライク。膝元厳しい球でした。投球は3球目。投げた。3球目ストライク。第4球を投げた、打ちました。ハットバットが折れた、フラフラッと上がって取って、これで3アウト、チェンジ。リプレイをご覧ください。菅野、三者凡退に抑えています。7回の表が終わって2対0です。7回の裏、ジャイアンツ、ラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターはピッチャー菅野、打った。第2球投げた、ボール。投げた、高め、ボール。第4球を投げました、打ちました、ファウルボール。さあ投球は5球目。投げました、打ちました、ファール。次は6球目。投げました、打ちました。山田、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターはトップに帰って止まる。第9、投げました、外れた、ボール。第2球投げました、打った、
痛烈な当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。トマル、ナイスバッティングです。右バッターボックスは2番坂本、ここまで2打席連続三振。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球、一塁ランナー走った、盗塁成功。ジャイアンツ大事な場面で盗塁を決めました。スワローズ外野は浅めの守備を取ります。第4球を投げた、見送ってボール、投げた、外へ逃げるスライダー、空振り三振。高めの変化球に、ここで申告敬遠を選択、勝負しません。バッターは一塁に向かいます。バッターは4番岡本。第9球、ボール、二塁牽制、二塁タッチはセーフ、投げた、ボール。第3球を投げた、外れた、ボール。次は4球目、投げた、4球目ストライク。投球これから5球目、スライダー見送ってストライク。セカンド牽制球です。二塁タッチセーフ、ランナー一斉にスタートします。打ちました、ライト前進、これはヒットになります。ジャイアンツ1点入りました。3対0。先ほどのプレーです。バッターは5番佐藤、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。第9球投げました、インロー際どい球、ボール。第2球投げました、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げました、3球目ストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目、高速シュート、ボール、内角へ。次は5球目、打ちました、さらにボールを取る、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして、3対0、ジャイアンツリードを3点としています。8回の表、3点を追いかけますスワローズの攻撃。先頭バッターは青木、ここまで2打席連続三振。初球を打った、ライト前ヒット、クリーンヒットです。青木、いいバッティングを見せました。バッターは6番キネ。第9球投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、ボール。投げた、打った、これは内野ゴロ、岡本掴んだ、サードから一塁送球、記録はサードのエラー、サードのエラーです。第9球投げた、ボール。まずは外、さあ次の投球、見送ってボール。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、ボールが点々と転がっている、センターからセカンドへ。スワローズようやく1点を返しました。村上タイムリーツーベース。ジャイアンツなおもピンチが続きます。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。ジャイアンツここで前進守備を敷きます。投げた、外角低めいっぱい、ストライク。第2球投げた、ボール。投げました、外角、スライダーは外れてボール。次が4球目、低め、外角、ストライク、変化球にキレがあります。追い込んで投げました、ストライク、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。さあリプレイです。バッターは代打山崎に代わりまして、山崎背番号31。第9球投げました、ボール。第2球投げました、外れた、ボール。
第3球を投げました。ストライク。第4球を投げた。ストレートはボール。アウトコース高め。第5球投げた。外れました。フォアボールです。これで塁が埋まりました。菅野降板。左の中川、満塁の場面での登板です。今日は配球にも注目したいと思います。投げた。アウトコース低め。ストライク。まずは入れてきました。さあ次の投球、見送ってストライク。追い込んでから投げた。三振。最後は147キロストレート。第1球投げた。初球見送ってストライク。初球ストライクから第2球、アウトコース高め。ストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。打ったいい当たりだ。ライトへ行った。ライト前クリーンヒット。ライトバックホーム。山田タイムリー。山田これで今シーズン8度目の猛打賞となります。スワローズ見事チャンスをものにしました。これでチームに勢いが増すことでしょう。さあ2アウト満塁という場面で三幸、大きな声援が届いています。第2球投げました。2球目ストライク。投球はこれから3球目。ボール。第4球を投げました。速球ストライク。アウトローへ。次が5球目。打ちました。セカンド左。セカンドから一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。8回の表が終わって3対2スワローズ、あと1点を追いかけます。原樹里降板。マウンド上は梅野。これが26試合目の登板。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました。初球引っ張った。レフトの左。レフト前のヒットになります。ナイスバッティングです。これで今日は4打数の2安打。リプレイをご覧ください。バッターは7番丸。第1球インコースいっぱい。ストライク。いきなり153キロ。第2球投げました。打ちました。猿のボールを掴んだ。一塁送球。一塁アウト。これはアウトです。先ほどのプレーです。バッターは8番吉川。今日はここまで3打数1安打1三振。第2球インハイ際どい球。ボール。投げた。打った。痛烈な当たり。センター前クリーンヒット。吉川いいバッティングを見せました。ジャイアンツなおもチャンスが続いています。さあチャンスが広がって大城。第1球ランナースタートを切った。キャッチャー二塁へ送球。セーフ。二塁はセーフ。ジャイアンツ重要な場面で打った。前進守備スタート左。アウト。これで2アウト。ランナーは二塁三塁変わりません。投げた。ボール。第2球投げた。ボール。投げた。3球目ストライク。伸びのあるストレート。第4球を投げた。打ちました。二遊間ライナー破っていった。センター前に。ジャイアンツ1点入りました。トマルタイムリーヒット。トマル。これで今シーズン13度目の猛打賞となります。ランナー2人を置いて迎えるバッターは坂本。ここまで3打席連続三振。初球から打った。ピッチャー返し。抜けた。センターからサードへ。ジャイアンツさらに1点追加。坂本タイムリー。今日初めてのヒットになりました。さあリプレイです。3アウトランナー1塁2塁となりました。結城シーズン最多安打まで
あと9本としています。ジャイアンツ1本打ってダメ押しといきたい。2球目ストライク、投球は3球目、投げました、カットボール空振り、バッター追い込まれました。次が4球目、投げました、見逃し三振。8回の裏が終わりまして5対2、ジャイアンツ貴重な2点を追加しています。中川降板、そしてマウンド上はクローザーゲートスケ、これが21試合目の登板。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました、外角高め、際どい球、ボール。第2球投げました、打った、これは強烈、伸びた、伸びていった、猿のナイスバッティングです。バッターは5番青木、今日はここまで3打数1安打2三振。投球これから2球目、打った、1、2塁間へ、吉川取った、1塁へ送る、セーフ、1塁はセーフ、記録はヒット、記録はヒットです。ピンチを広げてしまいました、打ちました、あっと、インフィールドフライ、1塁キャンパスの手前、取りました。これでワンアウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第9球ボール、第2球投げました、ナックルカーブ決まってストライク、投球は3球目、投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、試合終了です。ジャイアンツ見事勝利を収めました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は5対2、ジャイアンツ勝ちました。勝利投手は菅野、敗戦投手は石川、そして西武はゲートスケ。ジャイアンツ今日はいい戦いを見せてくれました。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で東京ドームからお伝えしました。